はい、どうも、えー、レオン役の鳥海康介です。いやということでね、あの、ルーンファクトリー4スペシャルということでございまして、もう何年ぶり、何年ぶりでしょうね。あの、だいぶ懐かしいなという、すごく久しぶりの収録だったんですけども、ね、またこうしてですね、えレオンを演じる機会がございまして、えー、非常に楽しい収録となりました。 えー、ありがとうございます。あれですよ、新規のね、収録ボイスなんかもあったりしますので、ぜひぜひですね、あの、皆さんには楽しんでいただきたいなぁと思っています。はい。えー、そしてですね、あの、<laughs> ま、あ久しぶりにやるにあたりましてですね、まあ、改めてあの、キャラクター表みたいなものとかもいただいたんですけども、あのね、レオンさん、いろいろと、あの、ありますけども、あの、好き、<laughs> あの、 ちょっとね、ドラマの部分であったんですけど、牛乳が大嫌いっていうことでね、あの、なんでしょうね。若干、その、親近感みたいなものがね、あの、すごく湧くなっていうか、あの、大嫌い、うん、まあ、表現の仕方、苦手うん。私もですね、あんまり牛乳苦手でしてですね、なんでかっていうとですね、昔はだから、ほら、それこそ、給食とか、 毎日飲んでいるものだったわけですよ。学生時代ね。もう、はるか遠い昔ですけども。まあ、そういった中でですね。小学校の6年、まあ、幼稚園から数えても、う8年間ぐらいはずっと大丈夫だったんですけどね。あ,あ違うな。中、中3か。中3ぐらいの時に、まあ、普通にお弁当だったんですけど、牛乳とか出てたんですけど、まあ、それでね、どっかのタイミングで、 牛乳を飲んだらですね、あの、私の腹部にですね、とてつもないハードペインが襲ってきましてですね、あの、それ以来ですね、あれ牛乳あれダメじゃねみたいになって、まあ、しばらく飲まなかったんですよ。あの、ちょっと遠慮しましてですね。まあ、そうこうしてる間にですね、割となんか、乳臭いものが苦手になってきましてですね、あれなんですよ、チーズとか乳製品は結構好きなんですけど、あの、なんていうのかな、 割とそのミルキーな方向のものあの、例えばソフトクリームとかあるじゃないですか。あれも、なんていうのかな。すごく牛乳が全面に立ってる。一番側が牛乳みたいなやつになると若干苦手になってきたりしますね。 まあ、体にはいいんでね、皆さんは好き嫌いせずにですね、ぜひ牛乳飲んでいただきたいなと思うんですけどもね。はい。まあ、私のそんな牛乳嫌いな話は置いといて、えー、本当にですね、先ほども言いましたけど、うーん、なん、何年ぶり、もう、あれですね。 あの、両手で数えるぐらいの年数は経ってると先ほど伺ったんでですね。まあ私もまだその当時、これを取った当時はですね、30代だったわけですね。まあなので、あの、追加ボイスという形だったんで、あの、変に年齢が出てないか不安な部分はあるんですけど、まあその辺はですね、あの、プレイしてくださる皆さん、そして聞いてくださる皆さんの心が綺麗だったらですね、あ、全く一緒だ って思うはずなんでね、ぜひその辺はですね、忖択ってやつですね、よろしくお願いいたします。ということでまた、えー、こうしてルーンファクトリー、えー、そしてレオンと、えー、お会い、という形でですね、皆さんとお会いできればと思っております。では、また会おう。